バルドピンマツクンケンコクツバルドピンマツクンケンコクツダルピンマツクンケンコクツダルピンマツクンケンコクツチェンソーマンチュクシガチャ引いてみたーオーブ100個ヒカキンゲームズブンブンハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもモンストでコラボガチャ来るとやるヒカキンです。はい、今回チェンソーマンということで、私チェンソーマン、アニメ始まって知りました。で、今ネットフリックスでね、3話まで見てます。ちなみに3話はうとうとしながら見たので、ちょっと半分しか覚えてないんですけど、そんくらいです。ただね、1話とか見て、なんて面白いアニメなんだということは分かってるので、ちょっと楽しみです。やっていきましょう。Go! Oh my goodness! Oh my goodness! 悪魔の仕業だな、これは。ん？よーし！あ、来ましたね！チェンソーマンのね、アニメで最大の悪魔。これ、ヒカキン来ましたよね。はい。で、今回ね、なんと僕ね、チェンソーマンだけじゃないんですよ。行くよ。ガチャ見ると、これまだ引いてないんですよ。選抜9周年人気投票ガチャ、これめっちゃやばいやつだよね。これほら、トップ20、なんか人気トップ20のキャラの中からなんか当たるかもよみたいなガチャ。ネオ組、千早組とかね、ジャック・ザ・リッパー組、ルナ組、ソロモン組、まあなんとなくだけどトップ20組引いといたら間違いないんだろうなと思ってこれ引きたいのと、あとはチャンソーマンって感じで、チェンソーマンガチャは20連引けるね。あのさ、お詫びオーブありがとうございます。お詫びオーブ50個だったかな、それでガーンって入ってるのと、さっきね、ひらめきのなんだっけ、競技場みたいなやつでとか、ちょっと頑張って10何個くらい集めて、で、なんとね、あと15個取れば100個じゃん。ちょっと大変なんだけど、イベントで今チェンソーマンのなんかこの究極系みたいな3個来てるんですよ。これ1話で出たやつでしょ、この人。1話のキャラだった気がする、これ。ゾンビの悪魔、そうだよ、そうそうそう。ネタバレになるからあんま言えないけどさ。あとなんか、コウモリ、これ3話に出てきたやつかな？あ、ちょっとネタバレになるからあんま言えないけどね。なんか、アニメで出てきたとこまでかな？これいたっけな？ヒル。こんなんいたっけ？なんかこの変なやつ。これ全部クリアすると100個になるんで、そしたら20連引きたいと思います。じゃあまずちょっと、景気づけに行こうかな。あ、この9周年投票ガチャの前に、これからいきたいと思います。なんかこれなんかよくわかんないけど、ランク達成ミッション、星6確定ガチャ。これで一発バーン当てていきますわ。いきますよ。ストライクショット。いくぜ。ランク達成おめでとう。星6キャラが1体確定のガチャ。おら！いくぜ。すごいの当てちゃおう。こういうとこで持ってるの見せるわ。いきます。ストライクショット。はい、来ました。はい、確定です。チェンソーマン確定です。はい、違いますけど、はい。今日、チェンソーマン当てるぞー！ガーン、ほらね。これね、なんちゃらキラー EL だよね。この尖り方はね、ガーンと。墓場から出てきてる、この人もしかして。日本っぽいな。おお、そっか、星6だから進化してる。さあ、このキャラは強いのか弱いのか。わからないけど、調べてみよう。中の八、中堅八校みたいな、なんか中の八剣士、犬山道説ね。歴史的人物だな。あー、侍で尖ってる感じするけど、EL とかではないな。ちょっと調べてみるか。ゲームウィッツで、しまい調べてみるか、ゲームウィッツで。犬山道説って言うんだ。歴史の勉強だ。10点中 6.5 点。はい、じゃあ人気投票ガチャいってみますか。これまあね、多分まあ千早くらいは当たると思うよね。うん、俺そのくらいいけると思う、持ってるから。所持してるやつもいるんですよ。僕ネオね、バキバキに持ってるから、4体かな、4体持ってる。ただこうやって見るとほとんど持ってない。うん、いや絶対トップ20組でいきます。頼む。モンスト9周年おめでとう。
年10周年ですね。いやすごい。ガチャ頼む。はあ、おお、めっちゃ豪華。1,2,3,4,5,6,7,8,9 周年おめでとうショット。頼むよ頼むよ頼むよ頼む、ちはやとか、ちはやとか、ちはやとか頼む、ちはや、オレンジの髪の、うー、なんか他にも止まって、他にも止まって、他にも止まって、他にも他にも止まって、止まらない、おデブちゃんしか出ない、だー、止まった、やった、ちはやとか、あ、天使系だこれ、これ強いっしょ絶対、非属性っぽい、これ絶対強いっしょ、進化前でこの強そうなルックス、おお、あれこれちょっと見たことあるんだけど、持ってないよね、でも止まったってことは、え、これ絶対毒エルめっちゃ食ってる、カマエル、なんとなくアビリティは6個ついてる、大丈夫だな、これ大丈夫だな、非属性だな、調べてみよう、犬山同説でよりはいいだろ、これ10点中 8.5 点、よーし、まあまずまずいいでしょう、これむしろまかなり当たりだよね、 OK、 ちょっとあ、さっきのガチャ画面戻れないのか、あー終わっちゃった。あ、終わった。よーし。じゃあ、ちょっともったいぶって申し訳ないんですが、チェンソーマン全部弾き倒しますわ、これ。一つクリアするとね、5個もらえるんで、めっちゃ太っ腹なんだよ。で、これ究極らしいから、多分、超余裕だと思うんで、はい、こんな感じの構成でいきたいと思います。まあ、やっぱり、モンスト界最強を誇るヒカキン、まあ、運極と、進化前ミントですよね。はい、可愛さで言うとね、まあ僕のこの原点でもありますから、うん、はい、勝ちます。まあネオ2人いるとね、もうあの溶けちゃうんでね、今のモンストって、うん、現環境、まあ9周年迎えた、おっ、夢バトル、うー、気持ち悪い、なんだこれ、すいません、僕漫画の原作知らないんで、ちょっとまだあんま分かんないとこあるんですけど、これ BGM ってこれ切れないんだっけ、これ音楽大丈夫かな？あー、ギブアップしちゃった！あー！スタミナか！アイテムあるか？ちょっと音楽切っていくか、ちょっと万が一なんか、専門的な音楽流れると僕、著作権的に、あ、あった。やべ、気づいたけどさ、チェンソーマン当てていきてえな。10連してから行くか、もう。これチェンソーマン10連で当てれば連れていけんだもん。そうだよ。何を考えてんだよ、俺は。そっか、そっか。そのために俺ミスってリタイアさせてくれたんだ、あのミミズマンは。オッケー、行きます！ハッピーで埋め尽くして、レスインピースまで行こうぜ。頼むぜ！ヨネズ、剣士！行きます！あー、さらっと引いちゃった。10連引いたよね、もう大丈夫だよね。行きます！いきなり特別確定演出来ちゃうんだろうな、俺のことだからな、ネットフリックスで見てるしね、えキックバックの MV ももう数回見てるから、いきます、ストライクー、チェンソーマン、シャッターやっくれ、ドラマの確定演出止まって、はてなはてな、ダメか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 、でも普通に確定演出なしで、わあっはっは、星4なんだよな、もう一体星4が来るだろう、ああこの星4と思いきや、チャンスオーン、うえ、はい、と思いきや、うえチェンソーじゃなくて、なんか盾持ってます、あ、くっそ、来るかもね、この流れ、これチェンソーマンじゃないよね、いきます、はい、頼む、コラボキャラ、チェンソーマンコラボ、止まったらチェンソーマンの可能性高い、チェンソーマン、チェンソーマン、チェンソーマン、頑張ってホーバー集めたのに、ビゼー、ビゼラーの姉ちゃんか、ビゼー、調べてみっか、 7.5 点、じゃあ姫の東山小紅、これまだ僕が見たアニメだと出てきてないかな、いや、ちくしょう、さらっと当たんなかったな
いや絶対俺このミミズとか倒して絶対当ててやっかんな、チェンソーマン。じゃせっかくだからね、ギコちゃんのチハヤだっけ、チハヤ使うわ。ギコちゃんのやつ多分やばいんだろうなこれな。うん、ほらなんかやばいじゃん身が。オッケー、これでいこう。ミミズ夢バトール。いや、やばいルックスしてたもんな、ミミズ。これ大丈夫かっていう、めっちゃ魔法陣なんだけど。いや、ミント可愛いな。なんかこれボールあるな、大丈夫かな。ちょっと待って、これ向こうはいけなくね。ちょっと待って、これでチハヤに当てて、ほら、オッケー、はい、勝ち。あれあれ、なんかミミズが強いんだけど、ちょっとこれもうなんかミントハテナ出てんだけど、これ何、大丈夫、ちょっと待って、なんか究極にしちゃ強くねえか、何これ、俺やっちゃったこれ。調べていいですか。おー、ガチャ引けねえよこれ。なんだよこれ。調べます、ミミズ調べます。適正ネオって出てきたな。あれ、俺ちょっとやらかしてる。じゃあ俺ユンミーさんのこれ使おう。これ適正っぽい。なんか超ついてんだけど、これ適正っぽいですね。いや、あれミントになってる。あれ、あ、こっちでいきます。ダブル、僕もほら、俺ネオ超強いんで、ゴー。ギコちゃんと共に一瞬で消滅したな俺。夢バトルって言いながら全然夢感ないんだけどな。よーし、ダメージボール、あ、これヒカキン適正ですから、ダメージボール大丈夫なんでね。あ、ほんとだ、入る。あ、そっか、アンチ減速壁がネオついてんのか。もうネオなんかさ、強いからさ、全然俺、アビリティつきすぎてて、普段見てないんだけどさ、アンチ減速壁、アンチ魔法陣。なんだ俺、何をやだ、しでかしてたのさっき。こんなさ、ヒル。余裕じゃねえかこれ。おかしいなと思ったんだよね。何せね、僕はね、幕張でね、ステージ上でプレイした元 M4 だからね、これずっと自慢してますから、はい。よーし、OK。めっちゃ余裕じゃねえか。あ、これもしかして、サソリ倒さないと次いけない？あー、だからアリスのホーミングとかが適正みたいなの書いてあったのか。はい、縦缶ですよ、もうこんなん。見てください、この綺麗な縦缶って言っても、ほらね、ひよっこですよ。まあ、モサだとあえてヒヨコになってバトル2行って、挟まりますよね。ヒヨコじゃなくなったりしてね、早く倒しちゃいんだけど、このサソリ。ちょっと待って、おい。爆発とかなくてよかったわ。はい、 HP 多すぎサソリ。上下のあのなんか弾みたいなやつ意味分かってないんだけど大丈夫かな。SS 弾のバリ速くね。ただ貫通いてよかった。あ、なんか加速のやついるじゃん。まあこう言っても届くかな。ほら、あ、余裕、あー余裕。やっぱネオ連れてきてたら余裕なんですわ。豪絶以外はいけるから。うん、ただ究極でも最近の究極ってこんな硬いのね。あのほら、超究極みたいな、激究極みたいなこと書いてなかったからさ、これまだボスじゃないんだもんな。うん、スピードアップしていく。うわー、挟まっちゃった。待って、俺これあとなんか2個クリアしないとガチャ引けないと結構きつくね。そしたらでもチェーンソーも当たんだろ、さすがに。ちょっともうこれ SS 打ちたくなってくんな。これ貫通なので、ほい、これ突破しただろさすがに。なんでこれヒルこんな硬いのよ、究極なのに。
強い。はい、やべやべやべ、ゲージミスった。俺としたことが昔の悲劇を思い出す。こうで、はい、よし。いやー、昔のようにね、やっぱり西郷隆盛の SS でね、ワンパック。ヒルの悪魔、14ターン、スピクリ。もう SS ぶっぱですわ、こんな。はい、ちょっと、ネオの貫通タイプで全部無効ね。はい。全員に当てとかなんとかなんだろう。おいーす。って言いながら、あたたたたたた、はい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 。どこまで行っても究極はやっぱまあ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 この程度ですよね。最後はヒカキンのストライクショットで決めるのでね。これこの子ってアンチヒヨッコいうかあるあるある、はい、ふぃー、はい、ちょっとサソリがきついな。声が響いてんな。あ、やべ、これ減速いうかブーン。すいません、早くガチャ引けって思いますよね。すいません、僕も死ぬほど引きたいんですけど、思った以上になんか難易度がちょっと高くて。じゃあネオでも全然、ホーミングが欲しい、ホーミングが欲しい、助けて、毒かホーミングをください。助けて、誰か、地獄の時間が生まれている、助けてくれ。よし、いやー、ちょ、もうネオにぶつけるしか、このサソリを壊すのはネオのこのドーナツみたいなのしかない。よーし、吹っ飛ばせねえかな、ゲージ。これもミミズさん、ほら、とりあえず飛び出ろ、ヒカキン。よーし、ヒカキンはネオにぶつかるためにいるんだよ。そうだよ。にしてもこれダメージウォール超強かったよね、バトルワンの。あれ何だったんでしょうか。オッケー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 、はい、オッケー。ネオが多分これめっちゃ当たるとこにいるから、オッケー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 。いやー、まあさすがオーブ5個もらえるだけあって、なんかしぶといわマジで。全然さ、なんかオーブカウンターみたいな、なんかオーブ何個もらえるみたいなの調べたんですけど、5個ももらえるんだって思ったら、やっぱちょっと大変にできてますね。これ挟まれそうな予感しね、これ。やっちゃう、これやっちゃいますか。 SS じゃないんですよ、毒状態か。いや、まあ SS 使わないですよね。いやいや、もう次のヒカキンでとどめさそう。使おう SS。 はい、これですもん。さっさとやります。よし、はい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 。あれ毒状態にしちゃったら、これヒカキンの出る幕ないよ多分。ちょっと心配なんで、こんぐらいにしときます。やべ、完璧なダメージ調整だね。やっぱ YouTuber ってのは倒し方も一つ見せ場として取っておくよね。これ爆発ですからね。下、あー見えました、これです。じゃ、弱いきます。弱テンプ刺さります。あ、やべはい、って言って、やっぱ今時の現環境の強いネオで、これカーンですよね。ここでカーン飛ばしてね、はい、全然ダメですね。はい、すいませんでした。ちょっとあと2つもさらっとやっていいですか。うわ、俺これでガチャ当たんなかったらきついな。よーし、これこれこれ、7個ももらえるの今。うわー、なんというキャラクターなんでしょう。これ俺スタミナ回復するやつあるよな。あ、極みじゃんこっち。あ、あるあるある。やっぱもうテルーマンですよね、テルーマン。うん、犬とチェンソー。まあさすがにここはもう極みですから。あー、これ見ましたよ、ちゃんとネットフリックスで。うん、強くない、これテルーマンキャラクター強いな。
火柱みたいなの立ってたけど、なんか宝箱持ってた子めっちゃ出てくる。よかった、これ一番むずいやつからやっちゃってたんだね。なんだ、道理でちょっとむずいと思ったよ。あ、これ超余裕じゃん。これ多分もう一個下のやつも極みかな。それだったら超余裕だわこれ。うっすげえ、火柱気持ちいいけど倒せませんでした。あら、そう思うとなんかめっちゃ強いクエストみたいなのないのかな、今回のチェンソーマンで言うとね、激究極みたいな。あ、弱っ、これ爽快だったな本当。アニメさ、まあ結構尖ってるんだけど1話良かったよな。なんかさ楽しみになっちゃってさ、あの新しい話が出るので、ちょうどこれ撮ってる今日今4話が出たみたいなのが見て見たいんだけど、ちょっと寝不足になっちゃうのでまた後で見よう。よしよしよし、これを期待してたんよ俺は。いや当たるかな、やっぱチェンソーマンが欲しいよな。っていうのもまだアニメ見て、あのね、アニメのとこまでしか見れてないからチェンソーマン以外が分かんないんだよね。あ、パワーも分かる、パワーちゃんも分かるから。でマキマさんは今回ガチャじゃないんだよね。よーし、さらっとクリアしたぞ。あと1個、いや太っ腹だわこれは。 OK、 昼以外は太っ腹。うわー、これすっげえやばいなこの絵。キャラクターがちょっとモンストに今までかつてないぐらいちょっとやばいキャラクターだな。コウモリだ、あ、極みだ。やっぱミヤボウ一択だよな、ミヤボウ。うん、オッケー、よーし、これ多分もう速攻クリアでコウモリ倒してガチャ引くわ。魔法陣だな、ネオは当たってるな。はい、横勘、はい、完璧完璧なるグッドで、この足の子はプルプルプルですから、はい、グッドは100点です今の。うわ、コウモリが出てきました。溶けちゃうんだねネオでね。はい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 、よし、いや2枚抜きしてーな。チェンソーマン2体とかね、チェンソーマンとパワーとか、えい、チェンソーマンの使ってみた動画とか見れてないんですけど、強いのかなチェンソーマン。もうボスか、よし、すごい目してるねあんた。あかんつだこれ、これいいや。 OK、 これですよ。他の人間で口直しをしなければ。僕ちょうどこのコウモリぐらいまでしか知らないんでね、アニメ。ネオに当てらんねえなこれ。いや、こっちから回ればネオ当たりますよね余裕で。はい、これです。OK、 チェンソーマンのさ主題歌が米津玄師くんの、あのキックバックって曲じゃん。あの MV よね、マッチョになるのね。映像も面白くて何回も見ちゃうね。あのパルクールのところとかもなんか何回も見ちゃうのよね。さあガチャー、カモーン。さあ、大変大変お待たせしました。ヒカキンのガチャといったら神引き、ヒカキンの発狂神引きがやっとやってきましたよ皆さん。すいませんね、こうしないとね大人の力使うことになっちゃうんでね、ちゃんと集めて引こうと思ったんです。よし、頼むよ、最初の10連の爆死分返ってきてくれよ。まあ、爆死じゃなくて美声だったんだけど、いきます、全部オーブ使い切るからな、頼むよチェンソーマン、頼みます、いきます、10連ガチャ頼む、この1回でチェンソーマン確定してくれ、ガチャ頼む、頼む。ここでは分かんないのかな、いきます、1、2、
1,2,3,4,5,6 ラッキーセブン、チャンスオーバー確定、来てください。ストライクショット、チャンスオーショット、ダメか、ダメなのか、こっからなんかビビビビビチャンスオーグイーンバーンと曲がれる、ダメか、頼む止まって止まって、止まるよ、絶対止まるよ、チャンスオーバー見てたよ。後ろになんか石あんな。っていうところからのチェンソーマンで発狂、ひっくり返り、頼む、チェンソー、チェンソー、チェンソー、止まった。貴族性竜がいるからの三枚抜きで、チェンソーマン、あと3個の中から止まって、チェンソーマンで、最高じゃないっすか。